関西関東の高校生の人気大学ランキング。今日はどうして関西大学と近畿大学がこう争ってるとかってね、最近はよく言われる。女子1だけど文系2だけど理系は20。私阿部慎三の では始まりました、もちろん。さあ今回はですね、関西関東の高校生の人気大学ランキングをやっていきたいと思います。まあ前にね、関東のやつ出したんですけども、2021年度版が登場しましたので、2021年度版見ていきたいと思います。7月15日にですね出ましたんで、できたてほやほやですが、まあまずは関東のランキングベスト20やって、そして関西のベスト20見ていって、その後で関東の方を詳しく見ていきたいと思いますね。関西の大学そんな詳しく知らないので、関東の方のまあ男子高校生だったりとか女子高校生だったりとか理系とかですね、細かいランキングがあるので、そちらを見ていきたいと思います。はい、ではまず関東のベスト20見ていきたいと思います。知名度、まあ当然そうですね、知名度だったりとか興味、ここに志願したいっていうのが当然ありますよね。でさらにはイメージ、価値があるみたいなね、そういうので評価しているみたいです。じゃあ見ていきましょう。20位、明治学院大学。あ、やはり明学ですね。はい、関東では有名なところです、やはり。でそして同率15位がめっちゃいっぱいあって、東京大学。もうここに出てくるの？なんかさ、でもね、どっかの記事のコメントには、やっぱりドラゴン桜の影響で人気また出ましたねとか言ってね、18位かなんかだったんでね、それが15位ですよみたいなの書いてあったと思うんですけど、うっそーんね、もうちょっと人気あってよ。まあやっぱ志願したいと思う人が少ないでしょうね、全体的にはね。当然知名度としてはすごい高いと思うんですけど、東大に行けるよって思う人は少ないですもんね。で続いて15位が並んでいくんですが、専修大学。はい、やっぱりそうですね、有名ですね。一等駒線、駒沢大学。はい、もちろん有名。そして北里。はい、まあね、医学系とか非常に強いところですから。びっくりしたのは、神奈川大学あんだね。神奈川大学と東京大学同じところに入る。はぁ、これ神大と言われるね、神の大学と書いて神大なんですけど、まあ関西では神大で、信州大学も新潟大学も神大というですね、このややこしいのいつも紹介してますね。意外で、神奈川大学は昔から有名だったのは、まあいわゆる横浜とかの予備校とかには対策授業とか結構あったりするんですよね。その完全給付金みたいなのがあって、完全給付金だっけ、なんか忘れちゃったけど、学費ゼロっていうのがあるんですよね。今もあんのかな。それがやっぱり有名で、総計ぐらいの難しさなんですよとかってよく言われてましたね。だから神奈川の方には総計を目指すか、その学力を使って学費一切払わなくいい人材を目指すかとかっていうのは言われたりしてました。今はどうかわかんないですけど。続いて東京都立大学。を都立大ですね。あ、この20丸っていうのは公立大学です。で、あの米印っていうのが国立大学なんですけど、都立大、ほんほんほん人気ですね。まあ新しいね、学部ができたりとか、まあ有名ですもんね。まあ一時期首都大東京という名前になっておりましたが、続いて筑波。はい、筑波大学ももちろん有名でございます。茨城にある超有名大で、12位が東京理科大学。そうですね、やっぱり理系の人にとっては理科大は非常に人気ですからね。続いて11位が上智大学。おー、上智がここに出てくるんですね。まあ昔はね、早慶上智と言われてましたからね。今は早慶、そして上智別枠みたいになってますよね。で、千葉大学。あー、10位は千葉大ですか。はい、私も一応合格しているところ。意外、なんでなのかな、千葉大だったらいけるかなって思ってる人が多いのかな。東大は無理だけど、みたいな。まあ医学部もありますし、もう自分自身は慶応ダメだったら行きたくて受けたところですからね。え、9位が東洋大学。あ、日東駒線や。で、8位が慶応義塾大学。うぅ、慶応8位か。そうか。なんだろう、イメージとかいいと思ってたけど、そうでもないのか。いけないってイメージあんのかな。で、6位が法政大学。あ、法政、はい、来ましたね。マーチです。マーチの初が法政か。やっぱ一番法政が人気ないのかな。結構ね、英語の問題とか難しいんですよ。で、日本大学、日大ですね。はいはいはい。まあ有名ですね。やっぱりね、知名度も高いですが。日東駒線の中では最も人気があるのかな。で、次が中央大学。はいはいはい。はい、マーチ二つ目は中央、捨て上げの大学です。そして4位、立教大学。おー、立教来た。マーチ。そして3位が青学。おー、ほうほうほう。で、2位が明治。マーチ順番通りじゃん。見事にマーチ。
の順番でやってきましたね。はあ、そこに日大が間に、まあ間っていうか同じ同率で法政と並んでるんだね。へえ。やっぱ明治が一番人気だよね。ここは町の中ではっていうのがよく言われます。そして早稲田がトップですね。そうなのか、早稲田なんだ。やっぱ人気あるね。で、1位早稲田で私のコンピューターフリーズしました。なぜなぜ完全に止まりました。うそん。はい、フリーズしましたが戻ってきました。いやー、やっぱり早稲田なんですね。続いてでは関西見ていきますか。向こう側女子大学。ああ、なんかやっぱ女子大でここがすごいって聞きますね。前に動画出した時にコメント来てました。続いて大阪教育大学。あ、国立大ですね。続いて大和。で、兵庫県立。はい、公立大。神戸学院大学。おー、はいはい、神戸学院ね。で、関西外国語大学。まあ、ここね、英語の先生とか出身多いですね。摂南大学。はいはいはい。13位が京大なの。へぇ、13位京都大学。12位、京都産業大学。あ、京都産業大の方が京大よりも上。続いて、江南大学。あ、参勤交流ですね。そして10位に大阪府立大学。はいはいはい。で、9位が龍谷。はい、参勤交流の龍。で、次は大阪市立大学。大阪市立大学。まあ人気ですね。結構ね、問題も難しいんですよ。で、立命館。あ、カンカン同立。はい、7位に入り。6位が神戸大学。はい。私もユーテラ授業チャンネルで出してますね。今年の問題難かったですね。そして大阪大学。ああ、阪大。やっぱ、阪大、新大はやっぱ出てきますね。で、こう、そうだね。大阪大学、大阪市立大学、大阪府立大学って非常にややこしいんだよね。で、4位が関西学院大学。はい、関学。関関同立です。3位が同志社。はい、私立のトップ。そして、やはり出ました近畿大学。人気が高いんですよね、近大ね。参勤交流の中なんですが、関関同立に入るんじゃないかと言われてるぐらい。そして1位が関西大学。はぁ、なるほど。関関同立の関西大学が入ると。難易度としては、関西大学と近畿大学がこう争ってるとかってね、最近はよく言われるんですけどね。で、ちなみに、まあ、これが、関西と関東と、そして東海を比べたものですね。東海は1位が名城で、2位が名古屋大、国立ですね。そして中京大、南山、はい、市大のトップと言われるところですね。東海の。で、名古屋一律になるんですね。へぇ、やっぱり、知名度と、やっぱ、行けるかどうか、志望するかどうかっていうのが、やっぱ関わってるって感じですよね。続いて、関東の大学を詳しく見ていきますね。男子に人気のベスト10見ましょうか、じゃあ。1位、明治。ああ、明治。で、早稲田より上なんですね。へえ。で、3位、中央。4位、日大。ああ、中央が、青学より上なんですね。4位、日大。5位、青学。6位、法政。7位、慶応。全体よりちょっと上ね。8位に立教。おほほ。立教が、マーチで下になるんですね。男性にとっては。まあ、女子が多いってイメージは確かにあるか。で、9位、千葉大。東洋。で、あ、11位、理科大とか入ってるもんね。なるほどね。ああ、芝浦、あ、そっか。芝浦工業か。はいはいはい。で、筑波、東大が13位か。専修、都立、横国、あ、横国なかったね、全体。で、神奈川、やっぱ神奈川大あるね。埼玉大、あ、埼玉大、最大ね。で、東海、東工大入りました！ 18 位に。前回前にやった時に東工大は、みたいに言ってましたけど、やっぱ男性には人気です。続いて女子、青学が1位なんだ。あ、同率で立教、青学立教が強いんですね。やっぱ女子にとっては人気なんですね、やっぱマーチの。確かに明治よりもこっちが人気あるってなんかイメージ昔からありますね。で、早稲田。あ、それでも早稲田3位なんだ。慶応より上なんだ。へぇ、女子にとっても早稲田人気なんだ。明治、法政、あ、上智。あ、そうですね。女性にやっぱ上智って人気あるよね。そして中央。はいはいはい。で、慶応。中央の方が上なの、慶応より。で、東洋日大、明治学院。あ、明治学院がこっちに入ってますね。女性の方に人気なんですね、明学。北里、千葉、大妻。はいはい、大妻女子大。早稲田とインカレが多いとこでしたっけ。東京都立、都立と筑波大、東京家政大学、なるほど、家政大が入るか。学習院、お、へえ、学習院女子に人気ですね。順天堂、帝京、あ、帝京入るんだ。続いて文系に人気、立教1位。文系1位は立教なんだ。立教和学、あ、なんか女子に人気あるのと同じなんだね、ここはね。で、早稲田、明治、中央、法政。やっぱマーチが強いね、早稲田と。で、東洋、日大、慶応。慶応はどうして？ 10 位、上智。はい。11位、駒沢。で、12位、明学、専修。国学院が入る、14位に。へぇー。で、学習院、神奈川大で、あ、国士官。はいはいはい。続いて、成蹊大学。はいはいはい。私、安倍晋三の大学でございます。そして千葉大で、あ、提供がありますね。続いて理系高校生ランキング。理系1位は東京理科大。
はいはい、やはり理科大強いですね。そして早稲田大学、は理工学部ね、あの英語がめっちゃ難しいところですよ。で千葉大、おー千葉大か、なるほどね。で明治、あ同率ですね。で北里、はい、医学部とかも理系に入ってるかなこれね。芝浦工業、はい、筑波、日大、はい、で東工大、はい、そうですね、理系では強いですね。そして東京都立大も入る。で東大が11位、12位慶応、慶応理工はそんな人気がないか。で13位、東京電機大学、あはいはい。で14位横国、中央厚生、東京農業大学入りますね。おなるほどね。そして埼玉大、順天堂、はい、入りましたね。そして青学と、青学は20位、女子1位だけど、文系2位だけど理系は20位。これは結構面白い結果ですね。どうですかこの結果を見て皆さんはどう思われますか。ぜひコメント欄でお聞かせください。ちょっとここどうしてこうなの、おかしいんじゃないのとかですね、ぜひぜひコメント欄にお書きください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.